何ジロジロ見てんのよ。そりゃ知ってる人が可愛いんだもの。かわいいでしょ。どっちのエプロンかわかるように描いたの。でもちょっと臭いです。この変態。お風呂？着替えたばっかりなのにまた脱ぐの？お願いします。本気？まだ脱ぎたくないのに。何してんの？長い時間お湯に浸かるのは苦手なの。これ何？あんまり美味しそうじゃないわね。どうして食べれないと思ったの？耳？とにかくあんたたちが食べられるものなら私たちも食べられるわ。ないです。とても美味しそうな匂い。どこがよ。お腹空いてるだけじゃないの。後で別のものを入れたかもしれないじゃない。食べてもいいですか？あんまり味がしないわ。
したの？なんでもないわ。私、何も覚えてない。うん、私も思い出せない。私たち、ただで居候するつもりはありません。さっき、コンビニをオープンするっておっしゃってましたよね。私たちもお手伝いします。ね。え？手伝うの？当たり前でしょ。出せるように頑張ってみるので、もう少し時間をいただけませんか？そうね、いつか思い出せるかもしれないわ。給料をもらえるの？ありがとうございます。具体的にはどういう仕事をすればいいですか？私は何をしましょうか？思い出せないわ。私もです。オッケー、リンヤ。ちょっと、呼び捨てにしちゃ失礼だよ。ちゃんと店長って呼ばないと。店長って呼ぶの？ちょっと、失礼ね。そうですよ。私、絶対にウサギって名前じゃないです。じゃあ、あんたを人間って呼んだらどうなのよ。かわいいかしら？まったく、恥を知りなさいよ。危うくいい人だって信用しちゃうところだったわ。あんたに任せるわ。これがあんたのセンスってわけね。私たち、食べ物なんですか？そう？なら、あんたの名前も食べ物にしたら？ちょっと、私のよ。
乱暴なんだから。よしなよ、せっかくここに住まわせてもらえるんだから。こんなにたくさんあるのに、ちょっとくらい食べさせてくれてもいいじゃない。わかってるわよ。